今日多分ですね、北海道には1台しかないというオカリナを松浦さんが使いました。今日このオカリナ、松浦さんが持ってるのが一番低かったんですね、今までね。それよりもさらに低いオカリナを僕が演奏させていただきます。音はそんな見てないけど、thank you.
リナの、こういうアンサンブルっていうのはですね、オカリナの発祥は古くはイタリアでありまして、イタリアのがアンサンブル図鑑なんですけれども、基本的には70層っていうねが基本だそうです。ですからスマイリーが今7人ですからね、すごいんですよ。まあそんなことで今僕たちは5人 で5人で50層やったり60層やったり40層だったりっていうことをやってます。さて次の曲ですけれども、マッサンが流行りましたね。マッサンの中島みゆき麦の歌、これをですねアンサンブルで。Thank you.
最初の頃にこうアンサンブルをやり始めてやった曲なんですね。今夜美香子さんがアンサンブルの曲を出しておりまして、その中でまず我々からできるものということで、選んで最初に徳川里奈がやった曲であります。高原列車は行く、聴いてください。
道の駅もですね、今後もまたこういったイベントをですね、ぜひ行っていきたいなと思いますので、またお越しいただければと思います。そしてですね、今日は特化委員さん、そして柴井理事さん、本当に申し訳なかったんですけども、優勝出演ということでですね、ノーギャラでお願いしていただきました。それですね、今の音楽を聴いて、